こんにちは。今日は、キンプリの最新情報をお届けします。なんと、キンプリがあの音楽番組に出演することが決定しました。それは、NHK の人気番組んをのフれ原発、です。この番組では、毎回、様々なアーティストが、自分の音楽について語ったり、特別なパフォーマンスを披露したりします。キンプリは、 今年の紅白歌合戦に初出場した人気グループで歌やダンスだけでなくドラマや映画にも活躍していますそんなキンプリが三尾のフレ原発に出演するのは一体どんな理由があるのでしょうかそしてどんな楽曲を披露してくれるのでしょうか気になるフォアは多いと思いますキンプリの三尾のフレ原発出演は 来週木曜日の22時から NHK 総合で放送されます。お見逃しなく、キンプリとは、ジャニーズ事務所に所属する5人組の人気アイドルグループです。メンバーは、平野翔さん、長瀬恋さん、高橋海人さん、岸優太さん、神宮寺優太さんの5人です。2018年にキングプリンスに改名して CD デビューを果たしました。デビュー曲、 シンデレラガールはオリコン週間ランキングで初登場1位を獲得し、大ヒットとなりました。以降も、メモリアル、恋ダブルはジュールアイ、マジーナイトなどのヒット曲を連発し、歌やダンスだけでなく、ドラマや映画にも出演してた方面で活躍しています。ファンの呼び方は、ティアラ、トイ、 メンバーそれぞれにカラーが割り当てられています。平野翔さんは深海。長瀬恋さんは漆黒。高橋海人さんはひまわりイエロー。岸優太さんは紫。神宮寺優太さんはターコイズブルーです。そんな金プリがあの音楽番組に出演するというのですから、ファンとしては見逃せませんよね。金プリは2021年にも多くの音楽番組に出演し、 様々な曲を披露してきました。5月には、恋ふる月夜に君奏夫をリリースし、カウントダウンティー・リーア・エムステなどでパフォーマンスしました。7月には RE、センスを発売し、FNS 歌謡祭や音楽の日などで新曲やコラボ曲を歌いました。そして、11月には、マジックタッチ、B ・ビイエーティング・ハーツ、 を発売し、ベストアーティストやエムステなどで、新曲やメドレーを歌いました。キンプリの火星とダンスは、ファンだけでなく多くの人々を魅了してきました。しかし、2021年は、キンプリにとっても激動の年でした。5月には、メンバーの平野翔少佐、岸優太さん、神宮寺優太さんがグループから脱退することを発表しました。彼らは、 2022年5月22日をもってキンプリを卒業し、それぞれソロ活動に専念するという決断をしました。ファンは驚きと悲しみに包まれましたが、キンプリは5人体制で残りの活動を精一杯やり遂げると誓いました。そして今夜、キンプリが5人で出演する最後の音楽番組が始まります。それがこの三王のフレ原発です。 キンプリはどんな曲を歌ってくれるのでしょうかそして彼らはどんな思いでこのステージに立つのでしょうかこれから始まるキンプリの最後のパフォーマンスに注目してください。キンプリが3オノフレ原発で歌った曲は以下の通りです。イチコイフルーツキヨニ、キミソーフにマジックタッチ 3B。 エディ・ It, イング・ハーツ・イオン・シンデレ・ラ・ガール二万三十五キングプリンス。クイーンプリンセス6イプロマイズ七は、リアイ・オ・アン・ジー・エイト・ビューティフル・フラワー。新曲、キンプリは、これまでの代表曲や新曲を熱唱し、ファンに感謝の気持ちを伝えました。特に、シンデレ・ラ・ガール二千二十三は、五人で再録音した新バージョンだ。 メンバーの成長や絆を感じさせる楽曲でした。また、King&Prince,Queen&Princess は楽曲投票企画で1位になった曲で、ファンと一緒に作ったベストアルバム MR5 からの選曲でした。最後に、Beautiful Flower はベストアルバムのために新たに制作した新曲で、キンプリらしい 爽やかでポジティブなメッセージが込められた楽曲でした。キンプリはサンオノフレ原発で最高のパフォーマンスを見せてくれました。彼らは5人体制で残りわずかな活動を残していますが、ファンとしては応援し続けたいと思います。キンプリの未来にも期待してください。ジャニー氏が地方公演で13歳のジュニアを襲い、 元ジュニアの橋田康氏が実名と顔出しで告白した。5月14日21時、ジャニーズ事務所は公式 HP で動画を配信し、創業者ジャニー北側の性加害問題について、世の中を大きくお騒がせしておりますこと心よりお詫び申し上げます。何よりまず被害を訴えられている方々に対して深く、深くお詫び申し上げます。 と藤島ジュリー稽子社長が語った。少子、週刊文春は19、1919年から14週にわたってキャンペーン記事を展開している。ジャニーズジュニアの少年たちを自宅や滞在するホテルの部屋に招き、性的な行為をしていたことが指摘された。また、被害を受けた少年の多くが、キャスティング権を握るジャニー氏に逆らえず、 虐待を拒絶できなかった実態も浮き彫りとなった。2003年7月に下された判決では、ジャニー氏の性虐待について論じられた。2004年2月に最高裁が上告棄却し、高裁判決が確定した。ジュリー氏は当時、事務所の取締役であった。人類史上類例を見ないほど多数の青少年に対する性犯罪が疑われている。 被疑者は死亡しているが、非申告罪になった以上は、捜査機関は捜査を行うべきだ。また、このような罪を犯した疑いのある者の,の名を冠した社名は即刻変更すべき。また、今回の会見はあくまで、本人と被害者しか事実を知らないというスタンスで、他の者は知らないということで逃げ切ろうとしている。極めて不誠実、被害者の中には、 現に事務所所属で働いている者も,もいる。このような者が被害を訴えることは難しいに決まっている。それを分かりきった上での会見内容。ひどいという他に言葉がない。ファンファーストであるならば、推しであるアイドル、タレント優先であって欲しいものです。ファンは、推しの幸せが自身の幸せだし、推しの笑顔に癒されるからです。 今回のようなセクハラから解放されますよう、睡眠と栄養が十分に取れている中で、歌やダンス、演技などを深めていってほしいです。ただただ、心からの笑顔が見たいのです。頑張って取材してきた文春さんを応援するなら、文春を買うのが一番、スマホで見れる電子版の定期購読もある。今は、新聞も週刊誌も雑誌も、 経営が大変な時代だけど、これらの果たしてる役割はとても大きい。新聞とスマホのニュースは両方大事だけど、別物、新聞を取る人がもっと増えてほしい。全国紙だけでなく、地方紙も、特に自分の地域に地方紙があるとないのとでは、住民の持つ力が全く変わってくることもあると思う。権力者にいいようにされないためには、 新聞社がもっと豊かになって、力を持たないと、一般人でもうっすら知っていたことを取締役が、知りませんでした、はないでしょう。意図的に、知ろうとしなかった、でしかなく、役員、社会人としての責任を全く果たす気がなかったというのが事実だと思います。